みなさん、おかえりなさーい。始まりました、牛久の情報を手探りで発信。間違えた、インターネットで手探りで発信、ちゃんみお TV 司会のちゃんみおです。本日も皆さんよろしくお願いいたします。ちょっとだけ遅くなってしまいました。大変失礼いたしました。じゃあ早速、ちゃちゃっと始めていきたいと思います。今日はですね、10月の9日水曜日でございます。今日は第334回目のちゃんみお TV ですね。毎日、平日毎日1時間の生放送をお送りしているちゃんみお TV、毎日ですね、エスカードプラザの特設スタジオでお送りしております。育ててくれた地元というのは家族のようにあったかい存在ということをですね、まあ、皆さんにアピールというかね、発信してい いきたいなと思ってこの番組発信してますので、皆さんもぜひ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 最後までチェックしてみてください。今日はですね、ちゃんみお TV の、牛久牛乳をご紹介した後に、CM を1本挟んでハートのほっぺで牛久ラブ大作戦の、動画を流して、その後後半はですね、まあ週刊スポーツ情報をお届けする、そんなラインナップでご紹介していきたいと思います。水曜日はですね、まあレギュラーの方がまだ見えてないですけれども、ちょっとレギュラーの方が到着したら嬉しいなぁなんて思ってますけれども、大丈夫かな。はい、では早速始めていきましょう。一つ目のコーナーですね、牛乳でございます。よいしょ。はい、本日もチャンミュー TV 調査班から牛久の取れたてのニュースが届いておりますので、早速ご紹介していきましょう。まず一つ目の牛乳でございます。牛久市のホームページからのご紹介となりますね。蔵書点検を行いましたというそんな、ニュースでございますが、内容をサクッと見てみましょうね。こちらは中央図書館ブログのご紹介です。特別整理機関にて、蔵書点検を行いましたというそんな記事ですね。9月の24日の火曜日から、10月3日の水曜日までの間に、特別整理機関の休館が、あったそうなんですね。休館をしていたそうなんです。その間に蔵書点検を行いましたというですね、中央図書館ブログからのご紹介です。蔵書点検とは一体何なのかということなんですが、こちらはですね、牛久市の中央図書館、そして奥野、そして三日月橋障害学習センターの図書館で、所蔵しているなんと31万3000点。こちらはですね、まあ、平成25年の3月31日現在の時のですね、所蔵数が31万3000点もあるのですが、その31万3000点の全ての資料の所在を、まあ、確認する作業を、特別整理機関でやっていたということなんですね。まあ、資料についているバーコードを、まあ、一つ一つ小型の端末で読み取って、そのね、読み取ったデータと所蔵データを照らし合わせ、資料の所在確認や点検を行いましたっていうそんな記事なんですけれども、どういう風にやっていたのかお写真がありましたので、そちらのお写真もご紹介してみましょう。これね、音楽の切り替えがちょっと多分うまくいかないので一瞬音が切れてしまうんですけれども、大丈夫です、どうぞ。はい、こちらですね、図書館の様子なんですけれども、見えますかね、まあ、左にこうやっていろんな本が並んでるところ、こうはしごじゃなくてこんな脚立の上に乗って皆さん数えてらっしゃいますけれどもね、まあ、こんな感じで皆さん、まあ、31万3000本の本をちょっと調べていたという、そんなすごいニュースをお伝えしましたけれどもね、こちら10月4日から通常通りの開館となりましたと。よかったですね。やっぱり皆さん図書館がね、あった方が嬉しいですからね。はい、ということで、特別整理期間中にご協力いただきありがとうございましたという、そんなね、中央図書館さんからのブログのご紹介でした。ではでは、続いて2つ目の牛乳の紹介に参りましょう。2つ目の牛乳はどちらかというと、じゃじゃん、こちらのニュースはですね、おいしょ、どっか行っちゃったぞ、こちらかな。はい、二つ目は、チャンミュー TV 調査班調べとなっております。コスモスが見頃ということで、気になる調査班からの記事なんですけれども、
なんと牛久大仏でコスモスの花お花畑&お花摘みというそんなね調査班からの記事が届いておりますので早速ご紹介してまいりましょう。牛久大仏のね、園内にありますコスモスが現在見頃となってきているということです。牛久大仏ではなんと12種類ものコスモスが見られるそうです。ハッピーリングやシーシェルといった珍しい品種については単独のエリアも設けられているそうなのでご来園の際はぜひ探してみてください。その他ですね、暁だったり日の丸、そして、大岡コスモスなんていうのがあり、まあ、他にもブルーサルビアなども咲いているということです。今月いっぱいが見頃となるということなので皆様もどうぞね牛久大仏足をお運びくださいというそんなね、ニュースでございます。ちなみに今年も10本100円でお花摘みができるというですねこうすごい大サービスですよね。そんな牛久大仏さんの記事をご紹介しました。こちらもお写真ございますのでお写真紹介しましょう。牛久大仏は今こんなにコスモスが見頃になっていますよ。じゃん。はい、こんな感じでですね、すごいですよね、お花畑。そして、右下にあるのが、サルビアですね。はい、とても素敵なお写真が届いておりました。チャンミオ TV 調査班、ありがとうございました。続いての記事ご紹介してまいりましょう。よいしょ、画面変えて。はい、それでは、3つ目の記事のご紹介でございます。3つ目の記事、何かというと、こちらはですね、広報牛久さんからの記事のご紹介となります。エンジョイフェスティバルというですね、ウキウキハッピーなタイトルなんですけれども、早速内容を見ていきたいと思います。なんとですね、第22回エンジョイフェスティバルで参加者を募集しているということでございます。体育協会加盟団体のスポーツをお試し体験しませんかというですね、そんな、ウキウキハッピーなイベントでございます。もうちょっと詳しく見ていきますね。様々なスポーツ体験が楽しめますということで、ご家族やお友達と一緒にぜひ遊びに来てくださいということです。もちろん、お一人でも参加 OK ですからね。参加費は無料。そして、抽選会もあるということなので、皆さんぜひ足をお運びください。ちなみに、日時は11月の10日、日曜日、午前9時受付開始で、午後の12時半ですね、お昼に終了となるということです。場所は、牛久運動公園の全域となってますのでね、皆さんぜひ、運動のできる服装で直接会場へ、お越しくださいということでした。種目はですね、公式テニスやソフトテニス、卓球、リズム体操、ランニング、弓道、ヘルシーボール、バドミントン、ソフトボール、グラウンドゴルフということで、弓道につきましては11月の17日に、午前9時半受付開始で正午の終了となるということです。場所はですね、牛久運動広場の弓道場で開催するということですのでね、そちらだけ、一つだけね、日程違いますので、注意が必要ですね。ぜひぜひ足をお運びくださいということでした。こちらもですね、まあ、どんな風に記事になってたのか、こっちにありますね。じゃん。こちらです。はい。まあ、こんな感じで、広報牛久さんに紹介されておりましたので、ぜひ、チェックしてみてください。これ声大きいかな？大丈夫だったかな？はい。ということで、牛久エンジョイね、フェスティバルについてご紹介いたしました。はい、画面の切り替えがちょっと下手くそになってしまいましたけれども、早速続いてのニュースご紹介していきましょう。続いてですね、4つ目の牛乳でございます。こちらは、小中学校からのお便りということで、今回もですね、牛久市教育委員会さんにご協力いただいて、牛久市内の小中学校のニュースをお伝えしていきたいと思います。こちらはですね、本日下根中学校と牛久南中学校の、お便りをご紹介します。まずは写真を見てみましょうね。こちらに楽しそうな写真がありますので、よいしょ、こちらでーす。じゃじゃん。はい。こちらですね、10月の4日の記事なんですけれども、早速内容を見ていきましょうね。茨城県の新人陸上大会で女子の部総合優勝というすごく嬉しいニュースでございます。10月のね、3日と4日に笠松運動公園で茨城県の新人陸上大会が開催されました。予選と準決勝と順調に進み、出場した1年生全員が決勝で好成績を収めたということです。1年男子 100m、松永さん、そして8位、第8位が、違う、
間違えましたね。1年生の男子の 100m の松永貴弘さんが第8位、1年女子の 100m 小倉梨央さんが第1位、共通女子の 800m で鈴木篠さんが第1位、共通女子 800m でまた鈴木彩乃さんが第2位で、女子の部では総合優勝でしたということです。今後の活躍が非常に楽しみですね、という下根中学校のニュースをご紹介しました。はい、そしてですね、続いては、どちらかというと牛久南中から、なんだか素敵な場所からのニュースなんですけれども、こちらでございますね。写真見ていきましょう。こちらです、どうぞ。はい、はい、ここが一体どこかっていう感じですけれども、牛久南中学校の10月の 7日の記事ですね。校長室会食ということで、牛久南中学校3年生の校長室会食が始まり、給食を食べながら、将来の夢やそして中学校生活での思い出話に盛り上がっていますということです。また先週に引き続き3年3組が訪問をしましたと。自作のおもちゃで園児と楽しく活動する姿が見られましたというですね、こちらもウキウキハッピーな記事のご紹介となりました。はい、というわけでですね、牛久のニュース4つほどご紹介いたしました。本日もですね、チャンミュー TV 調査班ありがとう牛久でございました。続いてですね、まあ皆さん台風の影響が非常に気になっているのかなというふうに思いますけれども、続いてはこちらですね、明日の気になるお天気牛天のご紹介でございます。明日10月の10日木曜日でございます。明日の気になる牛久のお天気は一日中晴れでございます。嬉しいですね。はい、まあ、気になるお天気なんですけども、晴れて最低気温が20度、最高気温が26度まで上がるという、そんなお天気ですね。はい、ということで、まあ、一日中お天気っていう予報は最近あまりなかったのでね、また素敵な晴れの日になるっていうのは嬉しいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで以上牛ニューをお届けいたしました。はい、ではでは続いてのコーナーに行く前に一旦 CM でございます。気になるあの方も登場してるかも。よいしょ。ということで嬉しい。ありがとうございます。はい、なんかお忙しそうで。今日は埼玉新都心から、はい、直接チャンミュー TV に。もしかして電車で？電車で。牛久まで？そう。じゃあどうやって帰るんだ？帰るのはね、今考え中。大丈夫かしら。まあ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 、まあね、ちょっとなんか光が入ってるのがちょっと気になるんですけども、はい、大丈夫かな？輝いてきましたね、はい。まあでも早速始めていきたいんですけれども、その前に一旦ハートのほっぺで牛クラブ大作戦をね、はい、みんなに流したいと思いますので、最初こちらですね、 VTR、 これどれに入ってるんだか分かんなくなっちゃったな。見えないな。これだと思うんですけどね、これじゃないかな。番号が書いてないからこれじゃないかも。どうぞ。牛久の魅力は何ですか？カッパ祭り。はい、ありがとう牛久。いいですね、そういう感じ。はい、牛久の魅力は何ですか？
牛久の魅力は何ですか？牛久の魅力は何ですか？はい、ありがとう牛久。牛久の魅力は何ですか？いいよ。カッパ祭り。はい、カッパ祭り。ありがとう牛久。手振って、はーい、OK。牛久の魅力は何ですか？街が綺麗なところです。はい、ありがとう牛久。バイバーイ。はい、はい、ということでですね、ハートのほっぺで牛久ラブ大作戦、はい、本当は8回目を流したかったんですけれども、ちょっと違うのが流れてましたね。あ、そうですね。失礼しました。まあというわけで始まりました、はい、チャンミュー TV なんですけれども、もう一度ご紹介しましょうね、はい、水曜日といったら何のコーナーでしたっけ？つくばい市大学含めての、はい、スポーツの、そうです、はい、スポーツといったらこの方を、はい、お邪魔します。この方なしでは茨城県のスポーツは語れないと言っても過言ではないですよね。そうですね、過言じゃないようにしていきたいと思います、はい、広報隊長のトミーです、つくば FC のトミーです、はい、そしてつくば FC のウキウキハッピースペシャルサポーターのちゃんみおでもありますのでね、で、まあ、早速スポーツの情報をお届けしていきたいと思うんですけれども、はい、今日時間がね結構巻き巻きできたのかな。あ、そう、てかトミーの到着時間が今だったんですけども、そう、早いですね、一本早く乗れた、よかった。そう、高萩行きを乗れましてね、新三田線、新何駅、上野、いや、上野じゃない、武蔵野線で来たから、新松戸、新松戸で降りたら、はい、うんうん、すぐ下に快速の高萩行きがいまして、うん、ラッキーと思って、じゃあめっちゃ走って、そうでもないんだけど、あれ一本早く乗れると思って乗っちゃいます。じゃあ早速、まあ、水曜日ね、いつも一人だとちょっと寂しいですけども、う、ね、こう一緒にお送りできる水曜日はね貴重なので、貴重今回も、まあ、張り切って放送していきたいと思うんですけれども、はい、前回、先週も、はい、スポーツコーナーでですね、はい、お届けしたように、はい、今週もチャンミオもスポーツ情報を持ってきたので、うん、最初、チャンミオが行ってもいいですか？お願いします。はい、昨日の牛スポでもちょっとだけご紹介していたんですけれども、はい、筑波の、筑波ロボッツというですね、バスケットボールチームが、はい、プロバスケットボールのチームさんがあるんですけれども、先週の、5日と6日にですね、ホームゲーム、水郷体育館で、試合がありまして、見事ですね、2連勝しました。おめでとうございます。やっぱね、嬉しいですよね。勝つニュースは嬉しい。で、まあ、そんなね、つくば FC さんじゃなくて、つくばロボッツさん。つくばロボッツさんの、前にね、ユニフォームの、お披露目会っていうのがあって、その時に選手の皆さんにですね、インタビューをしていたところをチャンミューが撮っていたのを流しても OK ということだったので、はいはい、あ、 OK という、はい、なので先週も流したんですけど、今週もまた違う選手をですね、今回4名の選手に登場していただきますので、早速 VTR を見ていきたいと思います。ではどこに行ったかな、では VTR スタート。こんにちは。こんにちは。背番号5番立花義弘です。今シーズンから、プロ化ということで NBL、やっぱりバスケットをクラブメジャーにしたいっていう気持ちがすごく強いので、そのためにやっぱりたくさんの方にファンに応援してもらって、それに応えるような僕たちも、バスケットを展開できるように日々、精進まだ頑張っていきたいと思いますので、ぜひたくさんの、応援と、あと会場に、まあ、足を運んで応援してください。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。6番の武田聡です。今シーズンからロボットの方に、来ました。チーム、は一応最年長になるんですけど、若い者に負けずに、全力でプレーしたいと思います。声は小籔さんに似てると思いますけど、はい、この声をラジオとかで聞いたら僕だと思ってください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。ナンバー7の佐々木ひかです。
僕出身は仙台ですけど、筑波台から、筑波8年目になります。お世話になった筑波を盛り上げられるように、トップリーグで頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。こんにちは。すいません、見た目と名前のギャップがすごくてびっくりしたんですけど、一応お父さんがアメリカ人でお母さんが日本人で、まあすいません、ちょっと英語全く喋れなくて日本語だけしか喋れないんで、まあぜひ会場で見かけた方がいたら声をかけてください。一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。はい、ということでですね、まあ、先週末2試合見事にホームゲームで2連勝おめでとうございました。まあ、4名の選手にね、まあ、いろいろとコメントしていたのを勝手に取ってきたんですけれども、でもよく取れてますね。 ありがとうございます。なんかね、まだビデオカメラの使い方がうまく使えなくて、最初は大丈夫ですか？大丈夫ですか？ブレちゃって、はい、できなかったんですけども、でも皆さんね、つくば FC のみんなもかっこいいんですけど、ロボッツのみんなもかっこいいんですよ。かっこいいですね、このなんかこうね、向きってなってるあたりがね、はい、かっこいいですよね。あとね、筑波大卒のロボッツの選手もいたり、はいはいはい、佐々木選手ですかね、うんうんうん、筑波ならではの流れかなって気がしますね、うん、いいですよね、うん。まあ、本当に、昨年というか前のシーズンではレトリック筑波でなんかいろいろ活動していたメンバーの方とまたね違ったメンバーの方が今回こうガガッと集まって、そうこっちで新たにこうね、まあ、もともとその選手もいっぱいいらっしゃるんですけども、また新しいねこう気持ちでやっていくみたいなコメントしてましたからね。でも勝つっていいよね。いいですね。でも応援したいですね、やっぱり。そう、まあ、まだまたホームの試合とか、はい、あります、あります、もちろんありますので、そちらはね行けたら行きたいな。もちろんつくば FC さんの試合も行きたいと思ってますので、皆さん応援いいですからね、ぜひ応援していきましょうと。でですね、コメント届いてますので早速ご紹介してもいいですか？はい、音優ひでさん見てるぞーい、はい、とありがとうしくでございます。おかえりなさーい。そしてですね、トミー生で来たーと、来たー、あ、本当、嬉しいコメント来てますよ。はい、そしてですね、かずちゃん牛久ただいまーと、おかえりなさーい。今日も元気ハッピーにお送りしてますからね。はい、そして、チャンミューが今、つくばロボットと叫んでいただけた、こんばんは、おかえりなさい。そう。なんですけど、まあ、皆さんにね、はい、まあ、コメントをしていただきながら、このチャンミュー TV 楽しんでいただきたいので、はい、ぜひコメントください。そうです。でですね、来た。先週じゃない、嘘。昨日ですね、なんとチャンミュー TV は、切り番という感じで、333回目が、そういうこと、昨日だったんですね。はいはい、そしたら、はい、333回目特に何もしないですよとか言って、はい、私特に何もね、はい、やってなかったんですよ。はいはい、そうしましたら、ね、なんかあったんです。はい、ではチャンミョ TV の方に、はい、なんとですねコメントが、お便りが届いていたんです。なのでですね、早速ご紹介しましょう。こちらでございますね。ですね、どこか行っちゃった、いや、そんなわけはない、すごく嬉しい、昨日なんですけどもね、メールボックスに、いっぱいメール来てるからね、そうなんですよね、あれ、さっき出しといたんだけどな、昨日でしょ、うん、ちょっと待って、はい、はい、届いておりました。早速、ご紹介しましょう。はい、ただいまと、おかえりなさい。333回目おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうしくでございます。私もこのメールで3回目となります。嬉しいですね。嬉しいですよ。ありがとうございます。昨日放送できなかったのが悔やまれる。はい、なんですけれども、まあ、末永く放送できるように応援しております。はい、今後、事業を展開していく予定がありますので、谷本としてファミリーに入れたという結果があります。それまでぜひぜひ頑張ってください。ですって。ちなみにラブエモンさん、はい、名前を犬の名前を使用してますので変な意味ありませんと。ああ、かわいいワンちゃんの名前ですね。ですね。ラブラドールなんですかね。はい、ということでコメントありがたしくでございます。まあ嬉しいですね。こうやって皆さんにコメントっていうかメッセージいただけると、はい、いつものまた100倍頑張れるのでね。いや、もっと頑張っちゃうね。100万回頑張れますので、あ、うん、頑張ります。そうそう、ありがとうしくでございました。
はい、そして、あ、カズちゃんを引く333回おめでとうございます。早い。昨日ですって。今日は334回目です。はい、というわけで、まあね、ウキウキハッピーな気持ちで本日もお送りしたいと思いますが、ハッピーだな。ハッピーでしょ、うん、じゃあそんなハッピーな、チャンミオ TV、うん、はい、また後半戦の、今度はつくば FC 大学に行ってもいいですか？もう早い、大丈夫。だってもう14分だよ。あ、14分。はい、残り30分。あ、あれちょっとあれかな、早いかな、うん、じゃあ、わかりました、持ってもらって、はい、トミーは、この昨日ね、来たんですけども、つくばラーメンフェスタ2013、はいはいはい、知ってますか？知ってます、昨年もね、やってましたね。はい、こちらですね。で、僕らも出たんですよ、ステージにちょこっと。え、何やった？リフティング大会ですか？クイズ大会。お、でその後に、うんうん、あのロボットの全身のデイトリックが出てきて、はい、お、すげえわ。スポーツの体験だったわけですね。2日目か、2日目の、うん、去年も3日だったんですか？あったかな。まあ、まあそんな感じでですね、まあ、なんとね、自己委員さんね、1回だけじゃなくて2回もね、出てくれて、はいはい、あのこのラーメンフェスさんの、まあ、ご紹介をしていったんですよね。なんでもう、チャンミュー TV ではラーメンフェスはだいぶこうご利用した。いや、もう素晴らしい取り組みですよね。うん、ラーメンでチケットもだいぶ売れてるんだ。本当ですか、まあ、いろんなところで買えるということだったので、皆さんもぜひ、なんかボランティアスタッフも募集しているようなので、そちらもぜひ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 、行ってみてくださいと。でもいいよ、今年は？今年はですね、うん、お試合が入っております。3日とも12が入って、13、14はちょっとまだ勝ち上がり次第。じゃあ、勝ち上がりたいから、行かない方がいい。10時から19時までのね、ものになってますということなので、皆さんもチャンミュー TV 見てる皆さんもですね、まあ、お隣つくばの情報ではございましたが、ぜひ行ってみてください、はい、ちなみにあのつくば市役所、はい、ね、この西側の駐車場でやるということで、しかも駐車場も無料です。無料、はいはい、無料となっているので、はい、お得にラーメンも楽しめるし、皆さんの舞台というかステージも楽しめますので、ぜひ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 お楽しみくださいということで、はい、うん、じゃあもう一個話してもいいですか？あ、いいですか、はいはい、お願いします。ラーメンフェスタ、ラーメンフェスタじゃなくて明日何の日か知ってます？明日は木曜日10月10日。10月10日、あれね、あれ大事なイベントです。大事なイベントです。ここでも告知させて、はい、いただいてもいいですか？はい、まあね、はい、お、特別ゲストですか？あ、おかえりなさーい。ぜひチャンミュー TV に、ミュージックに月曜日にいらしてください。ほら、こっちに映れるので、ぜひ顔出し OK だったら、はい、ありがとうございます。まあどこまでお話ししたか忘れましたけれども、まあね、はい、明日がどうですか？明日がそう。普通は通常は、毎週ね、木曜日に9時からね、つくば FC のスタジアムキックオフっていうのが9時から30分間でいつも放送してるんですけれども、はい、明日は10月10日はなんと、はい、ウェリオつくばが5周年ということで、なんと16時間の生放送を行うということなんですね。その16時間の生放送のうちの、10時から11時、夜ですね、夜の22時から23時までの1時間、こちらはですね、なんと私、チャミオと私、トミーがお送りするという、ジャックするというそんなね、企画がなんと舞い込んできておるんですね。すごいことですよ。すごいことですよね。5周年を祝えるんです。ね、しかも鳥ですか、ね、どんな鳥にしようかな。こっちか言えないですとか言ってね。でもね、やっぱりスポーツ、うん、ね、茨城県のスポーツといったらこう我らが広報番長トミーなので、そう、まあいろんなつながりをね、うん、僕らはあるので、うん、まあつくば FC 以外の、まあ、クロボスさんもそうですけど、つくばで頑張ってるスポーツのクラブチームもいっぱいあるんで、その方々に今お声かけしてます。
ちょっと待った。ちょっと待った。大変失礼しました。大変失礼しました。ほら、はい、まあ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 、ちょっと、そうです。ちょっと待って、ちょっと今、何かが起こりましたけど、大丈夫です。で、まあ、鳥をね、いろんな、そうです。で、まあ、楽しく放送していきたいと思ってるんですけれども、ちょっとだけ告知というか、皆さんにもお知らせしたい情報いくつか。ありますか？その生番組のところ、まあ、今回はサッカーで今のところ予定しているのがそのロボット、バスケットであと他にお声掛けしているのが野球、つくわベースボールクラブさんとあとダンスアソシエーションシーズンというダンスのクラブさんの2つとあとバレーボールの3階さんちょっと横掛けしてましてちょっとまだ今日中にはちょっと詳しいことが分かったらぜひまたね改めてご連絡したいと思いますけどもでもね豪華ですよねつくばだったりとかしかもつくばだけじゃないですよね牛久にも関わってる方もいっぱいいるし茨城県なんというかむしろ茨城県でこうしてる皆さんが勢いのある皆さんが登場してワイワイそうですね、まあ、5周年なんで 5年っていうのをちょっとテーマにして、まあ、スポーツについていろいろと話してもらおうかな、まあ、僕ら2人でねいろいろ聞き出していこうかな、まあ、本当にサッカー、バスケ、バレー、野球、ダンス、うん、どれもとっても人気スポーツですそうですよそのスポーツで、まあ、食べてる方、うん、方をお呼びするので、うん、まあまあ、そういうね、有名な方々ではないんですけどただそこではプロフェッショナルですよその業界で食べてる方々の選手もしくはコーチスタッフの方々に来ていただくので、うん、他では聞けない話も聞けるんじゃないかな、ね、そうだからねこんなこと、まあ、質問は、まあ、その5年後のことだったりとかっていうテーマはありますけれども、はい、こんなの聞いてほしいなとかねそうそうそうあったらそちらもコメントを寄せてほしいです ね主につくば FC さんのツイッターってのもいいですかいいでしょじゃあ、つくば FC さんのツイッターのアカウントというか、はいはいはい、ハッシュタグってあるんですかありますねでそれちょっと、はい、言えるかって言えますかでは、カンペを出してみるかはいつくば FC さんのツイッターをフォローして、はい、で、そこにぜひぜひコメントをしてもらいたいですね、うんうん、どうじゃんこれが何でツイッターツイッター出てきたちょっとね分かりにくいなじゃあもう、はい、アカウントだけはいアットマークのつくば FC ですねはいそのままアットマークのつくば FC まで、はい、コメントお寄せください、はいまあ、他にもあのチャンミオレディオでもいいので大丈夫ですねチャンミオひらがなで、はい、チャンミオレディオは RADIO でシャープマークにちゃんみょ、ひらがなちゃんみょ、RADIO でもですね、コメントできますので、そちらもぜひぜひコメントして楽しんでいただきたいと思います。ラジオつくば、FM84.2MHz、22時から23時までですね、ぜひぜひチェックしてみてください。ですね、まあでも、FM84.2MHz が入るところは、多分つくば市内なので、牛久だったり他の地域でね、聞きたいという方は、サイマル放送というのがございますので、インターネットでサイマル放送で、ラジオつくばさんを、探していただいてぜひぜひアクセスしてくださいお待ちしておりますコメントも本当にリアルタイムでねお返しできるようにしたいと思ってますので、はい、そしてスタジオもあそこですよねそうあそうだそうつくばのね、はい、駅から、まあ、駅センタービルじゃないなんて言えばいいですか線っていう、うんはい、線というつくばラジオつくばのサテライトスタジオ線で生放送10時から11時まで夜のね10時から11時まで生放送してますので、はい、ぜひそちらの方にも遊びにいらしてくださいよろしくお願いしますはいそんな感じでご紹介しましたけれども、はい、皆さん、はい、いかがでしょうかと、ね、コメント来てますかねチェックしてみましょう、はい、あ
ちなみに、カズちゃんを引く334回もめでたいと。そして、オンユーヒデさん、ビビった、笑い。334回に。いや、多分ね、突然放送が切れたことにじゃないですかね。そうなんです。いや、なんでかっていうと、教えない。はい。ちょっと、トラブルがね。いやでも、まあ、そういうわけで、ラジオも楽しみにしていただいて、チャンメ TV も楽しみにしていただいて、あと、まあ、イバキュア TV さんも楽しみにしていただいて、まあ、みんなでこうね、いろいろと楽しんでいただきたいですね。はい。じゃあ、早速、つくば FC だよりに行ってもいいですか？そうですね。まだ早い。大丈夫です、大丈夫。いいですか。じゃあ早速つくば FC だよりに参りたいと思います。じゃあ今回も何かネタがあるんですか。はいはい、そうですね、まあ、今回も、ね、僕らが我らの J リーグのルーフルを持ったつくば FC、はい、先週、まあ、県リーグ首位決戦が行われまして、まあ、1位鹿島爽やか、うん、2位がジョブフォンダスコバイシーで、残り2試合入れて、あ、今回この前の試合入れて、残り2試合だったんですね。はい、で勝ち点差5、負けもしくは引き負けたら、うんうん、相手の優勝が決まってしまう。はい、負けた、あ、勝たなきゃいけない。勝たなかったら、うんうん、相手の優勝が決まってしまう試合でした。しかしながら、0対1で負けてしまって、残念ながら茨城県リーグの優勝は、シーズンは、なくなり、まあ、2位、それでも2位確定という、うん、まあ、ちょっとまあ残念な、結果になってしまったんですけども、でも2位ということで、今回その11月に行われる、うん、関東リーグ2部リーグへの参入戦には出場できる、はい、2位通過で、うんうん、出場できますので、うん、まあ、最低限は、ね、まあ、2位確保、はい、まあ、それは2週間前に2位以内は決まったんですけど、まあ、茨城チャンピオンとしてはいけないんですが、うん、2位で一応通過ということで、うんうん、まあ、11月の参入戦に向けて、はい、まあ、あと実はあともう1試合権利に残しているんですけど、うんうん、まあ、2位が確定して、2位が確定です、準優勝ということになりました。おめでとうございますですよ、2位、まあ、まあね、2位、うん、まあ、本当に1位いけたらね、よかったんですけどね、うん、はい、でも頑張りましたね、選手の皆さん、はい、本当にで、一応その試合後でね、うん、負けちゃったんでね、なかなかインタビューしづらいところですね、うん、僕がキャプテン、まあ、男のね、人間できてる男はいるんですよ、うちのキャプテン坂本龍一って言うんですけどね、はい、もう筑波の中学校の非常勤講師してまして、うん、彼ちょっとインタビューしてきましたので、はい、じゃあ早速 VTR 参りましょうね、はい、坂本キャプテンの映像でございます。 VTR、はい、どうぞ。ジョイフルホンダつくば FC 坂本キャプテンに来ていただきました。お疲れ様です。お疲れ様です。県リーグ首位決戦鹿島爽やか相手に0対1で負けてしまいました。まず試合振り返っていかがですか。はい、そうですね、前半、立ち上がりはそこまで悪くはなかったと思います。押し込む時間もあり、相手の、9番にフォワードに対するロングボールもしっかり跳ね返すことができたと思います。ただその不用意なファールによって失点してしまったこと、あと前半の途中で、退場者が出てしまい、10人で、その後45分以上戦わなきゃいけなかったっていう試合展開を自分たち難しくしてしまったってことは反省しなくてはいけないところだと思います。はい、これで、まあ、2位が確定しまして、はい、ただあと1試合県リーグも残っております。はい、そして10月の中旬には全国社会人サッカー選手権もあります。はい、今後の意気込みをお願いします。そうですね、もう後ろ振り向いてられないので、この敗戦を生かしてリーグ戦しっかり勝って、全国社会人大会につなげたいと思います。はい、では坂本キャプテン、今後も頑張ってください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ジョイフルホンダつくば FC 坂本キャプテン。はいはい、失礼しました。でも坂本キャプテンから来ましたけれども、まあね、負けちゃって、まあ、次切り替えていただいて、まあ、人数か、それでも、まあ、参入戦いけるんで、まあ、来年関東2部でやるか、もしかもっと上の2部でやれれば、まだ分かんないんですけど、まあ、彼は来年も多分うちの選手でやってくれるかどうかも、まあ、これからなんですけど、まあ一つ頑張っていきたいですね。はい、私も打
応援していきたいと思います。よろしくお願いします。他にも、まあ、あとは写真なんですけどね、はい、結局試合前回の内容としては0対1 で、実はですね前半にちょっとねアクシデントがありまして。どれだろう。イエローカードの2枚の退場、これが1枚目。これかな、はい、これはあのうちの選手なんですけど、前半途中で1枚目のイエローカードが出てしまうんですね。これはちなみに誰に出てるんですか。先島選手が今真ん中白い選手います、ね、はい、彼に対してまあイエローカード、ちょっと足の裏を見せてしまってファウルしたということでイエローカードもらってですね、うん、で審判に注意を受けてたんですけど、うん、その後もう1枚イエローカードもらってしまって、うんうん、退場になってしまったんですよ。それがね、どうこれレッドカード、はいはい、それ、まあ、これ出てしまったんですね、うん、これは前半の30分ぐらいかな、うん、でその前にもうすでに1点取られてました、うん、で、まあ、10人で、残り、まあ、坂本選手も言ってましたけど45分以上10人戦わなきゃいけない、うん、でなおかつ2点取らなきゃいけないっていう状況で、まあ、自分たちでちょっと苦しくしてしまったのかなというところだったんですけども、ただ後半ですね、まあ、10人になって、はい、後半入る前に、ね、その副島監督がね、あのどういう言葉を選手たちに投げかけるのかなと聞いたんですけど、うんうん、フレーズとしては一つ、まあ、とにかく自分たちのプレーを責任持ってやって自分たちのプレーが逃げる、まあ、どうしても消極的なところあったんですね。で相手にちょっとプレッシャーかけられたからパスパスパスで逃げてたっていうのもあったので、もともとやっぱり今いる選手もスキル高い選手多いので、自信持って自分たちのプレーすれば10人でも相手を押し込んで逆転できるぞと、いう指示のもと後半開始しまして、はい、まあ、実際にね惜しいシュートあったんです。後半のやつは写真がね、どれでしょうね。これはもうこれそれフリーキック、これがゴール前のフリーキック、ね、はい、もう当てればゴールっていうシーンだったんですけど、まあ、なかなかやっぱ入らない、うん、でさらにこれとかはこっち、はい、ましたゴールネット揺らした、揺らす前の瞬間なんですけど、そのヘディングしてるあの深澤選手、これがまあギリギリオフサイドと、うん、いうところで、まあ、同点、まあ、逆転な点入らなかったですね。はい、悔しい。まあ、それでもいろいろ本当みんな頑張ってくれてまして、ドリブルで、ね、この小室選手これ上田選手これ、はい、彼は小室選手なんですけど、はい、鹿島学園出身、うんうんうん、東京の大学行ってから今筑波市の、選手としてで今昼間をオーソリティですね、日本モール筑波のオーソリティで働いてるんですけど、うん、まあ、彼がね本当に14日に走りまくって、まあ2人分ぐらいは動いてて、ね、2人分、まあ、彼は本当に攻めとか動いてるとか、まあ、でも本当にその写真撮りながら相手選手も、うん、あの気を抜くな、10人で俺らやれ、あの点取られそうだというところもあったんで、まあ本当に、負けてはしまいましたけど、まあ、本当に11対12っていうチームやってたら、まあ、勝てた試合だったので、まあ、選手たちもすごい嬉しがってましたけど、まあ、この負けを、ね、次につなげてもらえればと思って、今週末には一応県リーグ最終戦がありまして、まあもう順位は確定してますので、うん、まあ、日々、練習には来ててなかなか試合に出れない選手とか、はい、うんうん、まあ、いろいろ起用方法は、うん、監督もいろいろとまた考えて最後勝ちに行ってくれると思います、うん、はい、まあでもなんかこうあれですね、忙しい毎日だったのはちょっとあれですか。いや、ですね、いや実はですね、まあ、今週で県リーグ終わります、うん、で来週からいよいよ全国社会人サッカー選手権大会が、もう来週からですか。はい、それがですね今回、昨日出来上がりました、はい、実はこれお知らせしに来ました、実はですね、はい、僕の方で密かに作ってたものがありまして、じゃじゃん、はい、見えますよ、チャレンジャーズって書いてありますけど、見えますね、チャレンジャーズ、はい、これはですね、うん、ジョイフル本田つくば FC が、
全国社会人サッカー選手権大会出場を記念してですね、私たちのつくば市の営業部の方で広告を集めまして、はい、まあ、彼らを、まあ、応援しようということで、いろいろスポンサーさんを出してくれまして、うん、これ1枚で、長崎の遠征費1人分確保しました。すごい。さすが営業マンがいっぱい揃ってる、まあ、この写真は、その全国社会人サッカー選手権大会の、うん、これは、ね、地区対関東大会の代表決定戦で同点ゴールを挙げた瞬間の、写真僕が撮りました。さすが広報番長はお写真が上手なことの、これを読んでね、皆さんちょっと来週から始まるこのシラクトで全国社会人サッカー選手権大会に向けてのいろんな情報が載ってますので、そもそも全国社会人サッカー選手権って何なのとか、あとその意気込みとか、あとうちらのね、イケメン選手のこのプロフィール、あ、もちろんプロフィールが載ってたりするので、ちなみに、はい、このおしゃれな冊子をトミーが作ったの？はい、これは僕は写真と素材を提供して、あとうちのもう一つビジョンイラストレーター使える販売ですね、それで作りました。みんなで作りました。すごくおしゃれに作りますね。ね、皆さんすごいですね。はい、これまあつくば市自ら作りました。すごい。1500部限定なので、ちょっと欲しい方はチャンミオ TV までね。こちらにですね、連絡先がございますので、はい、はいはい、チャンミオ TV の連絡先こちらでございます。はい、チャンミオアットマークチャンミオドット TV、チャンミオの綴り CHANMIYO、アットマーク CHANMIYO ドット TV までぜひぜひご連絡お待ちしております。はい、限定1500部のチャレンジャーズ、こちらはですね、全国大会の特別号ということで、つくば FC さんがもう一生懸命作ったもので、しかもみんなの思いがこもっている、込められている渾身の一作でございますからね。どの選手がね、かっこいいのかとかね。ちなみに、迷っちゃうな。迷っちゃいますね。ちなみにですね、はい、初戦の相手決まってます。はい、全国第49回全国社会人サッカー選手権大会の1回戦、ヨーグルホンダつくば市の相手は、開催地、三菱重工長崎 SC。三菱重工長崎 FC。SC。はい、あ、こんばんは、おかえりなさい。これを、3位以内通過すると、今度はですね、地域決勝大会といいまして、JFL の参入戦の方にも行ける。JFL っていうのは、ジャパン、ジャパンフットボールリーグ。つまり J2 の1個下のリーグに行けちゃうかも。楽しみですね。これはね、もしジョイフル本田つくば FC の、はい、ここから始まる僕らの、旅このチャレンジャーズ、なぜチャレンジャーズかっていうと、まさしくチャレンジですから、チャレンジャーズで、みんなで頑張っていこうと思います。ぜひ、皆さん、よろしくお願いしますということですけれども、いやでも、あれですね、みんな、もう一人が長崎に行ってしまう、決まりましたね。はい、あ、これそう、ありがたいですね、こんなにいっぱい、ね、10月19日サルデーの10時キックオフということでね、応援行く方も、いや長崎ね、なかなかね遠いですからね、カステラ食べに、ね、ね、つくば FC さんの応援に行きがてらハウステンボスに行くとかね、いいじゃないですか。長崎ちゃんぽん勝ち上がっていくと5日間連続で試合がありますので、5日間連続なんで、ちょっとあの、勝ち上がってくるとね結構大変なんですけど、まあでも頑張っていただきたいと思いますね。はいはいはい、いやでもいい写真ですもん。いいでしょ。僕もなかなかね、仕事してるなって話ですよ。いやトミーは仕事してますよ。あと自分だと聞きたかったことが一個あった。はい、あの先週末に行われた10月5日のサルコン。はい、あ、サルコン、はい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 。どうだったんですか？サルコンはですね、雨の中やりまして、で最初中止も考えたんですよ。でも。そのイオンモールつくばの中にあるフットサル場の常連さん方々中心に集まったので、まあ、女性陣にお聞きして、雨でもやりますかって言ったら、ぜひやりましょうということで、雨でも6対6でやりました。開催されたんですね。で、その後ペニーレイさんでお食事会して、さあその後夜の
場所にね、土浦の花火大会行かれるのかなと思いきや、女性陣だけで行っちゃった。あ、僕らのね、ちょっとね、そこはね、なかなかあれだったんですけど、まあでもね、それもまたね、まあ、結果ですか。そうですね、はい、まあでもいいじゃないですかね、そういう時も、うん、はい、まあでも次はそういう何か面白いイベントの前にまたやって、はい、そうね、一緒に行けるような、もう11月30日に、第8コースになったり、3回、4回目です。あ、もう4回4回目最初6月にやってたのに、もうそんなに、そうそうそう、4回目に、そろそろ、そうですね、私もそろそろ人気者になっちゃうから、いや、相手を見つけないと、やばいですからね、今季を逃しますからね、このままいくと、いや、そうだったら、もうちょっと楽しそうなあれをしてるかもしれないですよ。まあでも、頑張って見つけたいと思いますので、サルコンで、サルコンで、はい、私はサルコンで、チャンピオンはあれだよ、フットサルするんで、それは審判じゃダメ？ダメダメ、みんなでやる。そっか、フットサルできるかな。できるできる。あれでもまだ初心者で、ね、初心者の人もいますから、まだ1回しかやったことない。じゃあ、あの4モールつくばに来ていただければ。4モールのどこに行けばいいんですか？4モールつくば内にあるスポーツ州でつくばに来ていただければ、私トミーとあのサブのセッキーがおもてなししますから。おもてなし、おもてなしおしますので、はい、あの、チャンミオ、はい、専属コーチに聞きます。ありがとうございます、はい。そしてすごく上手になってしまうかもしれないですけどもね、まあ、それもありじゃないですかね。はい、はい、というわけで、まあ、はい、ありです。皆さんもぜひぜひサルコン参加しましょうと。じゃあ、あっという間にこんな時間になってしまいましたけれども、ね、つい1時間ちょっと前電車の中にいたんだけど、もうチャンミ TV あと4分で終わりなのになりますけれども、喋り残していくことはないですか？そうですね、まあ、また来週も多分お邪魔すると思うんですけど、来週はいよいよ全部大会だってことで、どういうこと聞いてこようかな。行く前、長崎行くにあたってちょっと選手の、え、待って待って、トミーも行くの？僕ね、僕はちょっとあの、まあ、筑波の仕事が多いんで、僕は行く。びっくりした、トミー行っちゃうのかと思って。行きたいんですけどね、本当はね、まあ、でもまあまあまあ、いずれはね、行かざるを得ない状況になってくると、それまでに筑波の仕事いっぱいまだまだあるので、まあとにかく明日もねありますから、そうそうそう、私たちでは、そうそうそう、ああ、な、生ラジオね、今からね、極秘ミーティングしたいじゃん。そう、極秘ミーティングして、そうそうそう、明日のことを決めた上での22時から FM84MHz でレディオ筑波さんで番組を、1時間の番組は私初めてです。ラジオでしょ、俺、僕もしかも 生ラジオは初めてです。あ、嘘だ、私一回やってるんだ。あら、生ラジオはね、初、しかもナビゲーターでしょ、最後ちょっとね、プレッシャーある。まあでも、ここ今生だから、そうだね、チャンミュー TV やってる、大丈夫かなっていう気はするんだけど、でもやっぱゲストさん多いよね。そう、おもてなしで、そこら辺の回し方も練習してみてください。なんかね、あの、その5周年のラジオの、あの題名知ってます？皆さん長いよね、ジェジェジェだね、ジェジェジェ、ジェジェしかね、覚えてないと思うんですけど、うん、今でしょみたいな、なんかちょっとそれ言ってもいいですか？出てくるかな、出てくるかな、え、いきます、はい、出てくるかな、え、いきますよ、はい、祝ラジオつくば開局5周年5倍返しでジェ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 、おもてなしと今でしょは実に面白いスペシャル。全部流行語大賞だね、うん、詰め込んだ感じ、詰め込んだ、はい、これ誰が考えたんですか、ね、よくはめたね、このなんか並びというこれ5倍返しでジェ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 はよくわかんない、おもてなしと今でしょは実に面白い、そう、ね、スペシャル今年っていう感じですよね、2013って感じがする、2013だってもうあと3、まあ、10月出たら3ヶ月なんですね。チャンミオ TV からも出したいね、なんかそういう、よろしく、まあ、ウキウキハッピーとかダメなの、いや、ない、
ゆきゆきハッピーが何今年の流行語にエントリーされるかってこと？いや、わかん、将来的に。それはあるでしょ。ある。それはありますよ。流行語大賞。いっちゃいましょう。いきましょう。ゆきゆきハッピー。いいじゃないですか。いきましょう。まあ、ということで、あっという間に終了のお時間になってしまいましたけれども、まあ、最後、ね、今週も、ありがとうございました。本当に今日は、じゃあ、これ？そうですね。ラーメン。じゃあ、つくばで上がりますので、まあ、今日、つくば、あの、つくば FC さんと一緒にお送りするので、こう、つけておきます。いいよね。ぜひ、皆さんも遊びに。お腹減ってくるんだよね、このポスターみたいな。そうだね、食欲をそそるよね。しかも、コラボレーションしてるのがいっぱいあるから、そうそうそう、この日だけしか食べれないラーメンもいっぱいあるらしいので、そうなんだ、皆さん、はい、ぜひ。行くの？私ね、まあ、3日とも全部仕事なんですけど、はい、でも初日だったらちょっとだけあの顔出しに行けるかなと思ってますので行ってみたいと思います、はい、じゃあ最後スポンサーというかね、はい、谷町スポンサーの皆さんをご紹介して、終わりにしたいと思いますけれども、こちらですね。まず牛久市神谷にございます旬の台所レンコン屋さんです。そしてこちら龍ヶ崎市松ヶ丘にございます旬の台所シャンシャンタチさん。そしてこちら見えてるかな、牛久市観光協会さん。いやそして最後ですね、はい、牛久駅前活発化実行委員会さんの提供でお送りしておりますと、今日ねちょっとね横着してしまったのでちょっと持っててください、はいはい、ということで本日もチャンミョ TV お送りしました。皆さん、毎週水曜日はですねトミーとお送りするチャンミョあのスポーツスペシャルですからね、はい、また来週も楽しみにしていてください。明日はおなば計画ですからねよろしくお願いします。しかも特別ゲストはですね素敵な音楽家の方々がいらっしゃいます、お楽しみに。ではまた明日も見てね。バイバーイ。